夏休みだからってすぐはしゃいじゃって、ほんとお子様ね。まだ半月も先の話じゃない。ねえねえ、美咲っちは夏休みなんか予定ある？私は暇そうだね。とりまーす参加決定。はぁ、何勝手に決めてんのよ。てか何の話？あーそっか、ね、イベントのイメージキャラクターに決まったの。ランドソルから遠いところにある島で海開きのイベントに出るんだ。やるじゃない、すごいわね。ありがとう。その仕事が終わればしばらくオフだし、そのまま島に残って遊ぼうかなって。それでせっかくなら友達と一緒に遊びたいなと思ったの。そこのビーチがとっても綺麗らしいんだって。え、それバカンスってやつじゃない？そうそう、だからどうかなって思ったんだけど。でも美咲っち本当は忙しいっぽい？ちょっと予定を確認してみるわ。どうかしら。あ、ちょうどそこなら空いてるみたい。うん、本当にそこだけよ。せっかくだし、私もついて行ってあげるわ。マジ？やりー、超嬉しい。大きい仕事だし、次もあるかわかんなくて、ミサキッチにも近くで見てもらいたかったんだ。それに友達とバカンスできるなんてやばくない？あ、ヒデサイだ。ジャス、ちょうどいいところに来たね。マチ、ヒデサイも来るっしょ？え、聞いてなかったの？島でバカンスしようって話だよ。なんか暇そうだし、ヒデサイも参加ね。なんか賑やかな夏になりそう。あれ、そういえばうちってヒデサイに説明したっけ？それでもどんな内容かわかるなんて、さすがヒデサイだ。なんか賑やかな夏になりそう。あら、みんなで夏休みにお出かけ？スズナがイベントで島に行くんだって。それで私たちも応援について行って、終わったらバカンスするの。あら、すごいわね。おめでとう。さすがスズナちゃんね。いいなあ。私もついて行っちゃダメ？でも先生がいたら気まずいかしら。そんなことないよ。もちちゃんよも大歓迎だし。そうね、賑やかになりそうでいいんじゃないかしら。あ、でもバカンス中は勉強しなさいっていうのは禁止よ。気をつけるわね。とっても楽しみにしているから。初めての現場ってちょっと緊張するんだけど、みんなが一緒ならいつもよりも楽しく仕事できそう。あのステージ、スズナちゃん、明日あそこでイベントをするの？すごいのね。うん、そうみたい。マジ楽しみ。きっとたくさんのファンや観光客がやってくるのよね。他の子たちに負けないように私もしっかり応援するから。ありがとう。みんなが見てるし、絶対失敗できないっしょ。バッチリ決めるんだから。私も応援する。別に何でもないわよ。
あんまりにも綺麗なビーチだったから、その輝きに少しフラッとしたっていうか。もしかしてミサキッチ、船酔いしたとか？違う。あら、大丈夫？この島まで結構長く船に揺られていたから仕方ないわよね。ちょっと、どこ触ってんのよ。子供扱いしないでちょうだい。それに今水着なのよ。レディーの素肌を着やすく触るなんてただじゃおけないわ。いい？水着姿のレディーの素肌に直接触っていいのは日焼け止めクリームを塗るときだけなの。今はまだその時じゃないわ。思ったより元気そうじゃん。もともと元気だってば。てかミサキッチ、その水着似合ってるね。まあね、これくらいの着こなしは当然よ。スズナもさすがモデルって感じでいい感じじゃない。でしょ？この夏に買ったお気に入りの水着、明日のイベントもこれで出るつもりだよ。うん、2人ともよく似合ってて素敵よ。ちゃんよは、うん、なに？お、おっきい。もう、2人して急に黙っちゃってどうしたの？あ、そうだ、みんな遊ぶのはいいけど、くれぐれも怪我とかに気をつけてね。いい？よっ。当然よ。おや、スズナさんでいらっしゃいますな。どうも、この島にある村の村長です。チャス、明日はやろやろ。スズナさん、それにお連れの皆さんも遠路はるばるよくお越しくださいました。こんにちは。この島の者一同皆首を長くして待っておりましたよ。こちらこそご招待ありがとうございます。私たちもスズナちゃんの活躍を見るのがとっても楽しみなんです。それにこの島の天気はバカンスにぴったりだわ。こんな気持ちのいい天気はランドソルじゃなかなか味わえないものね。天気がどうかしましたか？美咲ちゃんの言う通り、とっても気持ちいいですよ。ああ、いえ、うん、お気になさらず。さて、スズナさん、明日のイベントはよろしく頼みますよ。大陸から遊びにやってくる多くの観光客の皆さんに、この島で夏を思いっきり満喫してもらうため、その歓迎の挨拶ができたらと思い企画したんですから。オーケー、うちに任せて。みんなとバカンスするために張り切ってるし。ぜひとも明日はそんな素敵な夏を過ごしたいという気持ちを集まった観光客の皆さんと一つにして、空まで届くようにお願いしてください。そうすればきっと。島に来てくれてありがとう、スズナちゃん。ほらほら、スズナさんに迷惑ですよ。まだ到着されたばかりなんですから、あまり騒ぐんじゃありません。だって生スズナちゃん見るの初めてなんだもん。雑誌で見るより断然可愛い。早くこの目で見てみたくて、ずっと待ってたんです。いつも応援マジありがとう。私たちビーチのスイーツ屋でバイトしてるからさ、
明日のイベントの時にすずなちゃんにも食べてもらいたいな。すっごく美味しいんだよ。マジ？行く行く。絶対約束だよ。すずなちゃんが来てくれたら超絶サービスしちゃうんだから。皆さんその辺に。長旅で疲れているでしょうから、明日のため今はゆっくりしてもらわないと。島にとって大事なイベントなんですから。うん、大丈夫大丈夫。しかし村長さん、心配ありがとうございます。でも鈴菜ちゃんは本当に大丈夫だと思いますよ。あんなに嬉しそうな顔、教室でもあまり見たことないんです。モデルのお仕事をするのが本当に楽しいんだってよくわかりました。教室？はい、学校の教室です。私、こう見えてすずなちゃんの先生なんですよ。と言ってもまだ新米教師ですけど、この子たちの担任なんです。あなたが学校の先生？はい。ねえすずなちゃん、隣にいるのってもしかして妹さん？え、すずなちゃんって妹がいたの？初耳。違うわよ、誰が妹よ。ミサキッチがうちの妹ってわーろ。一緒の学校に通ってる友達だし。ごめんね、可愛いしおしゃれだし勘違いしちゃった。ふふん、私だってレディーとして身だしなみには気をつけてるんだから。てかクラスメートも超うらやまなんですけど、私もすずなちゃんと同じ学校に通ってみたかった。ねえねえ、普段のすずなちゃんってどんな感じなの？学校帰りにどんなところに遊びに行くの？教えて教えて。うう、圧がすごいわね。これって芸能人が受ける囲み取材ってやつかしら。私が人気になったわけじゃないけど、悪い気はしないわ。任せてちょうだい、私が何でも教えてあげるわ。まずは何から知りたいのかしら。ミサキッチ、ストップストップ。あ、いけない、大事なことを忘れていたわ。ねえ、日焼け止め塗ってくれない？船の中で水着に着替えた時に塗ろうと思ってたんだけど、すっかり忘れてて。お？どうかしましたか？ああ、いえ。じゃあこれお願い。まずは背中からしっかり塗ってね。優しくお願い。うん、そうそう、そこそこ。なかなか上手ね。次はもうちょっと下を。ごくり。で、あら？急に雨が降ってきたわね。今まですっごく晴れていたのに、どうしたのかしら。変わったこともあるのね。そうですな。もしも雨で体が冷えて風邪をひいてしまっては大変です。宿泊用にご用意した島のギルドハウスを使ってください。それでは私はこれで。お困りのことがあれば何でも言ってください。では明日はよろしくお願いします。皆さん、ギルドハウスまでご案内しますので、私についてきてください。お願いします。みんな、行きましょう。オッケー。みんな、じゃねバイ。明日は応援よろ。バイバイ。それにしてもびっくりしたわよね。
いきなり天気が崩れるなんて。明日のイベントも雨で急に中止になったりしないわよね。やばばばば、それだけは勘弁してほしい。うちイベントやりたいし。それは…え、どうかしたんですか？実は鈴名さんには心配をかけさせたくないから黙っているように言われたのですが、雨で中止ってありえない話じゃないんです。天神様のせいで。天神様？明日のイベントが雨で中止ってどういうこと？マジつらみなんですけど。落ち着いて、すずなちゃん。中止になるわけじゃなくて、あくまでも可能性の話よ。でもでも、もしかしたらもしかして中止になっちゃうかもしれないんでしょ？さっき村長さんはやる気みたいだったし、少しくらいの雨なら大丈夫でしょ？はい、今のところはその予定です。わざわざ鈴名さんに来てもらいましたし、私たちとしても是が非でもイベントを行いたいと思っていますが、しかし万が一にでも鈴名さんや観光客の皆さんが怪我でもする可能性を考えると。それはそうだけど、でもさっき天神様のせいでって言ってましたけど、一体何のことなんですか？天神様は古くからこの島の天気を司っている存在です。正確には精霊の仲間なんですが、この島に恩恵を与えてくれるので、みんなは神様と呼んでいます。年に一度春の初めに島の者たちによる祈りの儀式で目覚め、多くの実りが得られる天候を与えてもらうのです。つまり島の生活は天神様のおかげで成り立っています。そしてその成功を見届け、夏が終わる頃、翌年の儀式まで再びお眠りになるのです。ですが、今年もいつも通りに祈りの儀式を行ったはいいものの、それ以来なぜか天候が安定せず雨が続いているんです。このままでは観光客の客足も伸びず、島がピンチなんです。それで今回、鈴名さんのお力を借りて、せめて海開きイベントでこの島を盛り上げていただければと。なるほど。もち、分かってるに決まってるし。そうよね、私もよ。これくらい余裕だわ。嘘、本当は半分くらいしか分かってない。それも嘘かも。本当は全然分かんないかも。でも美咲っちは分かったんだ。超冴えてるじゃん。もう私も分かってないわよ。でも毎日ずっと雨が降ってるってわけでもないんでしょ。遊ぶだけなら晴れ間を見つけてバカンスできるわ。そうだといいのですが、しかし日に日に雨の強さが増していき、ご覧のありさまなんです。先ほどのように何の前触れもなしに突然雨が降り始めては止んでの繰り返しなんです。このまま雨が続けば明日のイベントはおろか、天候が不安定で危険と判断され、海に近づくことは禁止となります。ってことは、つまりビーチで遊べないってこと？はい。嘘でしょ。多少の好転でもイベントを決行したいと村長は言っていますが、やはり安全のことを考えると。ああ、
すみません、到着したばかりで疲れているところ、こんな長話をしてしまって。明日のイベント絶対に成功させましょう。鈴名さんに島のみんなが期待していますから。それでは失礼します。そんなイベントできないかもなんて、せっかくみんなにもついてきてもらったのに。そうね、でも天気のせいなら仕方ないわよね。スズナが頑張ってるところも見てみたかったけど。また来年どこかでやったらいいわよ。その時も私は見に行ってあげるわ。ま、予定が空いてたらだけど、来年もどこかのビーチのイメージキャラクターに選ばれるように、今まで以上に応援するわ。ミサキッチ、それじゃダメだし。どうしてよ、スズナならきっとできるって信じてるわ。あたしが保証するわよ。そういうことじゃないし、うちはこの夏にこの島でやりたいの。それに来年のことなんてまだ全然わかんないじゃん。明日のイベントのことだってどうなるかわかんないんだし。でも仕方ないじゃない、相手は天気なんだから。私たちがどうこうしたって解決できることじゃないわよ。仕方ないなんて理由なんかじゃ納得できないし、うちそんな簡単に諦めたくないんですけど。すずなちゃん、ちょっとそんなにムキにならなくてもいいじゃない。どうしたって言うのよ。それに今年の夏休みはまだ始まったばかりよ。せっかくここまで来たのにもったいないけど、貴重な夏休みを無駄遣いしないように早くランドソルに戻りましょうよ。まあまあ二人とも落ち着いて。ミサキッチ、そんな言い方よくないってば。今回のイベントやるのにたくさんの人が関わってるんだよ。ミサキッチも見たでしょ、ビーチにあったイベントステージ。ああいうのを組み立てるのだって超大変なんだから。イベントって簡単にできるものじゃないんだよ。ふん、それくらいはわかるわよ。子供扱いしないでくれるかしら。けどさっき村の人が言ってた話を聞いてたでしょ。私たちが雨を降らさないように天気を操るだなんてできっこないわ。それはそうだけど、でも来年もこうしてみんな一緒にいられるこんなチャンスがあるとは限らないじゃん。うちがどんだけ楽しみにしてたかわかんないなんて、ミサキッチひどいんですけど。すずなちゃん、ミサキちゃん、そんなに膨れちゃダメ。可愛い顔が台無しよ。もう、イオちゃんってば子供扱いしないでよ。スズナだって、さっきは私が世間知らずの子供みたいに言って、ほんと失礼しちゃうわ。どっちの方が子供っぽいのよ、まったく。あんな言い方をしなくてもよかったんじゃないかしら。人のせいにするのは先生あまり感心しないな。イオちゃんまでスズナの味方？だって人には誰にでも言われたら傷つくことの一つや二つはあるでしょ。もちろんミサキちゃんがわざと言っただなんて、私もスズナちゃんも彼だって思ってないから安心して。それに私は二人の味方よ。だって先生だもん。だから、美咲ちゃんも素直になって、すずなちゃんの気持ちになってみたらどうかな。そうね。
スズナの気持ち。完璧に怒らせちゃったわよね。そんなつもりなんてなくて、励ましたかっただけなのに。どうしよう、嫌われちゃったかな。絶交されちゃったらどうしよう。泣いてなんかないわよ。泣かないでなんて言われたら余計に。ってこんな時にも子供扱いするんじゃないわよ。レディの慰め方を全然知らないようね。まったくもう、あんたのせいでちっとも集中できないじゃない。スズナのことで頭がいっぱいだっていうのに。キャ、いきなり何すんのよ。どさくさに紛れて弱みにつけ込もうとするなんてひどい男ね。大人のレディはそんな手に引っかかったりしないわ。覚えておきなさいよ。まったくもう、あんたのせいでちっとも集中できないじゃない。スズナのことで頭がいっぱいだっていうのに。君のおかげでちょっと元気が出たみたい。ありがとう。それにしてもどうして今回のイベントに誘ってくれたのかしら。しかも私たちの分までいろいろとバカンスの手配してくれたみたいだし。それなのにあんなに怒らせちゃって。私レディ失格かしら。スズナちゃんがあんな言い方をしたのは本当にミサキちゃんのせいじゃないと思うの。そうかしら。ええ、そうよ。少なくとも私はそう思うな。だってあんなに楽しそうにこの島に誘ってくれたのよ。きっと何か他に気がかりなことがあるんじゃないかしら。だからミサキちゃんはもう落ち込まないの。イオちゃんがそう言うなら。でも気がかりなことって。モデルさんのお仕事のことはわからないけど、どうしてもイベントをしなきゃいけない理由とか。そうだ、さっきのファンの子に会ってみましょうか。何かイベントのことで知ってるかもしれないわ。そうね、もしかしたら何かわかるかもしれないわね。それじゃあ早速行きましょう。で、うわあ！うわ！すみません。やっぱりもっとスズナちゃんとお話がしたくて来ちゃいました。あら？あなたスズナちゃんのファンの。はい。あれ、スズナちゃんは？ちょうどよかったわ。スズナちゃんのことでちょっと聞きたいことがあるの。というわけなの。何か心当たりないかしら。そうですか、この島の天気のことを聞いてしまったんですね。私たちもどうしてこうなったのか。せっかく来てもらったのにごめんなさい。まったくよ、最高の夏のスタートが切れそうだったのに。ステージに立つスズナちゃんを応援してみたいわ。ですよね。私たち島に暮らす女の子にとってランドソルで活躍するカリスマモデルたちはすごく遠くて憧れの存在なんです。村長から今回のイベントにぴったりな有名人を教えてほしいって言われてスズナちゃんを推したの。それでオファーの手紙にスズナちゃんのことが大好きだってたくさん書いたら。え、行く行く、もち行くし。その島ってランドソルから超遠いんでしょ。そんなところにもうちのファンの子たちがいるなんてめっちゃ嬉しい。マジみんなのためにうち超頑張るから、モニカワのイベントにしちゃうね。
かくだし、うちの友達も連れてっていいかな。みんなで盛り上げるからさ。じゃあやろう。で、返事が来たの。それ見た瞬間、島の子たちのテンションバリ上がったんだよ。うちらファンのこと、一人一人を大事にしてくれるんだって。鈴菜ちゃんって見た目がイケてるだけじゃなくって、性格も神ってるよね。鈴菜ってば、今回のイベントにそんなに思い入れていたのね。そうならそうと言ってくれればよかったのに。それなのに私ったら、また来年どっかでやればいいなんて簡単なこと言っちゃって。多分きっと照れくさかったんじゃないかしら。どうして？美咲ちゃんは友達だけど、ステージの上に立つ自分を見る観客の一人でもあるからよ。お仕事でこの島に来るわけだし、きっと美咲ちゃんにもイベントを心から楽しんでもらいたくて、だから黙っていたんじゃないかな。鈴菜ったら、変な気を使うなんて水臭いわね。鈴菜のくせに慣れないことするんじゃないっての。でもなかなか大人のレディーらしい振る舞いじゃない。私もレディーとして鈴菜に何かしてあげなきゃいけないかしら。美咲ちゃんって本当に鈴菜ちゃんと仲良しなんだね。仲良しっていうか、私と同じように学校に通ってるっていうのに、モデルの仕事も頑張ってて、こうやって島にも来られるほど有名なんてすごいと思ってるの。鈴菜には内緒よ。私がこんな風に思ってるだなんて絶対に知られたくないわ。だから何か私にも手伝えることがあればいいんだけど。それならぴったりなことがあるよ。え？本当？本当は明日鈴菜ちゃんにプレゼントしようと思ってたんだけど、きっと美咲ちゃんの方が喜んでくれそうだから。何何？鈴菜のためなら何だってやるわ。っていうのはどうかな。それいいじゃない。今すぐ始めましょう。まずあんたは鈴菜を呼んできてくれる？私がその間に準備するから、イオちゃんは私を手伝って。はい。すっかりいつもの美咲ちゃんに戻ったみたいで安心したわ。じゃあよろしくね。鈴菜ちゃんを迎えに行ってきてね。ちょっとオコプンしすぎちゃったかな。せっかくミサキッチたちと夏の思い出を作りに来たんだし、喧嘩は良くないって分かってるんだけど。わあ、また雨か。マジ天下げ。明日のイベント本当にできないかも。誰か泣いてるの？うちだって泣きたい気分なんですけど。って、もしかしてミサキッチが泣きながら追いかけてきたとか？ミサキッチ、さっきは。そうだけど。チャスチャス、あなたは誰？あ、もしかして天神様？なわけないよね。え、正解だったの？でも
神様がこんなところにいるんだろう。明日のイベントをやるには天気をどうにかしてもらいたいけど、でもなんか…ねえねえ、さっきから悲しそうにしてるけど、なんか嫌なことでもあったの？って言葉通じるわけないか。うちさっきからつい話しかけちゃってた。わろう、友達と会えないから。え？友達と会えないから悲しいの。喋った！言葉通じるなんて鬼ヤバじゃん。人間じゃないのにうちらの言葉が話せるなんてバイリンガルってやつ？もしかしてこれってミチとの遭遇だよね？ヤバババババ、うち超すごい体験してるかも。ねえねえ、せっかくだしちょっとお話ししちゃわない？その友達って島の誰かってこと？うん、私と同じ精霊の友達。人間たちからは晴れ神様って呼ばれているの。天神様と晴れ神様か。呼ばれているってどういうこと？本当の名前は？お互いのことはなんて呼んでるの？ないの。私たちはいつも一緒にいるから名前で呼び合う必要がないの。なるほどね。じゃあ友達なら二人だけのあだ名とかあった方がよくない？うちが考えてあげるよ。どうしよっかな。そうだ、天神様は雨吉で晴れ神様は晴れ吉。雨吉と晴れ吉、どうどう？晴れ吉、晴れ吉、うん、いいと思う。雨吉と晴れ吉。うちはスズナだよ。雨吉やろう。ありがとう、スズナ。気に入ってくれたみたいで嬉しい。晴れ吉とはどんな仲なの？いつも一緒に目覚めて、ちょっとしたことでよく喧嘩しちゃうんだけど、でもたくさん遊んで夏を過ごすの。それでまた次に会う時まで一緒に眠るの。へえ、なんかずっと遊んでばっかで楽しそう。授業とか宿題とかなくてうらやま。それはよくわからないけど、いつも晴れ吉と一緒にいるの。人間たちも私たちのことを見守ってくれていた。それが嬉しかった。だけど春に目が覚めた時、私しかいなかった。この前喧嘩して仲直りしないまま眠ったから、起きてくれなかったのかな。もう遊んでくれないのかな。晴れ吉に早く会いたい。嫌われてないといいな。雨吉、うちもその気持ちすっごいわかるよ。どうして？この島にはね、仕事で来たの。島の子たちから来てって頼まれたんだ。でも一緒に来てもらった友達とちょっと言い合いになっちゃって、明日のイベントが終わればしばらくオフだからパーッとバカンスしようと思ってたのに。スズナも友達と離れ離れ？そんな感じかも。その友達とはね、同じ学校に通ってるんだけど廃校になるかもしれないんだ。マジヤバくない？廃校ってのは学校がなくなるってこと。そうなっちゃうともう今までみたいに遊べなくなるじゃん。だから今年は友達との、もしかしたら最後になるかもしれない夏休みなんだけど、うちらこの島に来ない方が良かったのかな。でもうちモデルだし
このオファー受けないなんてありえないよね。ああ、なんでこんなことになっちゃったんだろう。あ、ヒデさん、心配かけちゃった？ごめんね。うちは大丈夫。頭冷やしてただけだし、ちょっと言い過ぎちゃったって反省してたんだ。ねね、それより聞いてよ。じゃーん、この子が例の天神様、モニカワじゃない？それ、ヒデサイ渾身のギャグ？今はマジ全然笑えないし、ほら、この子だよ。ってあれ、本当にいないじゃん。おかしいな、さっきまでアメキチがいたんだよ。なんか悲しそうに泣いてたんだ。天神様って呼ばれてるけど、でもそれは本当の名前じゃないの。なんと自分には名前がないんだって。ビビるっしょ。だからうちがアメキチって名前をつけてあげたんだ。そうそう、あとね、精霊なのにうちの言葉が分かったの。ちょっとだけだけど一緒に喋ったよ。お、どんな話って、ね、なんだって？喧嘩するほど仲がいいってやつ？鬼泣ける話じゃない？ヒデサイはそんな友情どう思う？超エモって感じじゃない？うちとミサキッチ？言われてみればそうかも。いつも喧嘩しちゃうところとか。でも本当は励ましてたり褒めようとしてるだけなんだよね。あれ？ってことはさっきのミサキッチが言ってたことって、うちがイベントが中止になるかもってことで落ち込んでたから励まそうとしてたのかな。そっか、うち仕事のことばっかり考えすぎてたかも。いつもならすぐ気づけたかもしれないのに、今日はなんか超テンパってたっぽい。思い出させてくれてありがとね、ヒデさん。え？ミサキッチ、うちが怒ったことに泣いてたの？ヒデさん、ぼさっとしてないで急ぐ。村に戻って早くミサキッチに謝んなきゃ。おかえりなさい、スズナちゃん。さっきはごめん。ちょっと、そんなに強く抱きしめないで。レディはもっと優しく扱うものでしょ。いいじゃん、いいじゃん。あのね、さっきはちょっときつく言い過ぎちゃった。ごめん。もし今年で学校がなくなっちゃったらどうしようって、夏休みの前からずっと考えてたんだよね。やっぱ気になるじゃん。それはそうだけど。しょ？ええ、そうよね。よかった、ミサキッチ分かってくれた。え、それだけ？え、それだけって？だってもしかしたら来年はもう一緒に遊べないかもしれないんだよ。それって鬼寂しくない？ヒデサイとちゃんよともバラバラになっちゃうかもなんだよ。そしたら絶対今年のうちに一緒に思い出を作んなきゃじゃん。スズナちゃん、だからうち一人で勝手にパニクってたっぽい。それでミサキッチが励ましてくれてることにも気づけなくって。ミサキッチ、だからマジごめん。別に励ましてたつもりはないけど、余計
計なこと言うんじゃないわよ。だいたいね、もし学校が別々になっても私たちが友達じゃなくなるってことにはならないでしょ。だって私たちは場所が離れてもどれだけ時間が経っても友達よ。キサキッチ、それに私は時間が経てば経つほどもっと素敵な大人のレディになってるに違いないわ。どんどん魅力的になっていく私に期待だわ。まあでもスズナが今回の仕事とバカンスにそんなにも気合い入れてたなんて気づけなかった私も悪かったわ。私もレディとしてまだまだだったみたいね。これでまた一つ気配りのできる素敵なレディになっちゃったわ。スズナ、私こそ今日はごめんね。それでよかったらこれ食べてくれる？このパフェどうしたの？フルーツが山盛りじゃん。私たちからのお礼よ。こんな素敵なバカンスを用意してくれたことのね。さっきビーチで会ったスズナのファンの子たちが手伝ってくれたの。食べたらきっと元気が出るからって。ミサキッチありがとう。マジ好き。分かったから早く食べなさいよ。ごめんごめん。私スズナちゃんとミサキちゃんの担任でよかったわ。こんな素敵な子たちを生徒に持てて本当に幸せな先生ね。もちろん君や他の生徒みんなのことも大切に思っているからね。じゃ、いただきます。これめっちゃやば、鬼うまだよ。当然よ、私が作ったんだからね。マジ美味しくてすんごいバイブス上がってきたし、アメキチもこれ食べたらきっと元気出ると思うな。アメキチ？うん、天神様のこと。うちがあだ名つけてあげたんだ。スズナちゃん、天神様と会ったの？そうだよ、さっき会ったんだけどなんか元気なさそうだったんだ。え？そういう大事な話は先にしなさいよ。ごめんごめん、ミサキッチの作ってくれたスイーツがマジ美味しくてすっかり忘れてたし。それなら仕方ないわね。それでね、なんかもう一人同じ精霊の子もいるって聞いたんだ。でも島の人たちってそんな話してたっけ？うちあんま覚えてなくて。ちゃんよは覚えてる？ええ、あの時は天神様の名前しか聞かなかったわ。でも確かに他の子もいるって聞いたのね。村長さんを呼んで詳しく尋ねてみましょう。スズナちゃん、村長さんを待っている間どんな話をしたか教えてくれる？何かお困りごとですかな。村長さん、わざわざすみません。早速なんですが、天神様ではなく晴れ神様について教えてくれますか？どこでその名を？その反応、何か怪しいわね。いや、スズナがアメキチと会って直接聞いたっていうのよ。ああ、アメキチってのはスズナが天神様につけたあだ名ね。ちなみにその晴れ神様は晴れ吉ってあだ名に決まったそうよ。さあ、白状するなら今のうちよ。何を隠していたか言いなさい。なんと、よもや天神様と直に会い晴れ神様のことを聞いてしまうとは。秘密は隠しきれないということですな。やはり
鈴名さんにお願いして正解だったのかもしれません。どういうこと？それはこれからお話ししましょう。まず皆さんはどこまで事情を聞いているのでしょうか？毎年やってる儀式で、今年は雨吉ちゃんだけしか目覚めなかったというあたりかしら。うちもそんなところ。なるほど。その理由はおそらく2体の精霊を目覚めさせるだけの祈りの力が集まらなかったと考えています。なぜ集まらなかったのかは分かりません。私たちはいつもと同じように今年もこの島の夏に恵みを与えてほしいと願っていたのですが。それからずっと雨吉は一人で過ごしてるんだね。すっごい悲しそうで、うちも見てて辛かったし。雨吉ちゃんと晴吉ちゃんはとっても仲良しさんなのね。一人ぼっちでかわいそうだわ。ええ、それに今この島に雨が降っている理由は天神様だけが目覚めているからなんです。それの何がダメなの？天神様と晴れ神様は天気をコントロールすることができる存在。しかしそれはあの2体が揃っている時に限ってのこと。どちらか片方だけではその力に振り回されてしまい、島の天気は悪くなるばかりなんです。でもしばらく雨ばっかりだけど、夏が終われば雨吉はまた眠るんでしょ？そういうわけにもいかないのです。まだあるの？このままだとその力に飲み込まれて暴走し自我を失ってしまうと言い伝えられています。すでに天神様はいつそうなってしまってもおかしくないでしょう。そうなってしまえばこの島の天気は荒れ狂い、とても人が暮らせるような状態ではなくなってしまうと言われています。やばばばば。そこで島の未来のため明日のイベントに全てをかけようと企画したのです。毎年この島の海開き初日から多くの観光客が集まってくれます。それでもきっと十分だと思ったのですが、念には念をと思い、さらにより多くの祈りの力を集めるためランドソルで人気の芸能人などを呼ぼうと考えたわけです。そこで島の若者たちに意見を募ったところ。スズナに決まったってわけね。ええ、そうなんです。みな口を揃えてスズナさんの名前を挙げていました。まさかそんな有名な人がこのような島に来てくれるとは。ん？でもさ、だったらなんで最初からアメキチのこと言わなかったの？言ってくれたらよかったのに。それは島の勝手な都合で鈴名さんには余計なプレッシャーを与えてはいけないと思ったからです。それで黙っていようと。しかし利用していたことには変わりありません。騙すようなことをして本当に申し訳なかった。平気平気。うちのファンの子たちがいるならどこだって行くし。確かに精霊を起こしたり島の天気をどうにかしたりなんてモデルの仕事じゃないけど、でもそれでみんなが笑顔になるならそれもモデルの仕事だし。鈴名さん、では改めてお願いをさせてください。明日のイベントで集まった観光客たちに呼びかけて、どうか晴れ神様を呼び起こしてください。天神様はもう限界の状態です。このままではこの島に二度と夏がやってきません。りょ、任せて。
泣いてるアメキチも笑顔にさせちゃうし、それにこの島に来たのはうちだけじゃないしね。当然よ、このあたしの美貌に引きつけられてきっと嫌でも目が覚めるに決まってるわ。任せて、先生なんだし私がみんなを守るわ。ヒデサイもやろう、期待してるから。綺麗なビーチでスズナちゃんが見られるなんて最高。ああそうだよな、早くイベント始まらないかな。スズナちゃんを見た日から夏が始まるってとっても素敵。いやスズナちゃんまだかな。スズナちゃんの応援に来た観光客がたくさん集まってるね。このステージ横の待機スペースにいてもすごい熱気を感じるわ。これだけ大勢の人が祈れば晴神様も目覚めることができるでしょう。成功間違いなしです。本当にすごい人の数だわ。スズナ大丈夫？緊張してない？いつも通りリラックスしてやればいいのよ。もちてか、ミサキッチが緊張してどうすんの？ファロー。だって、まだ雨降ってないし、余裕っしょ。ちょっぱやで決めて、晴れ吉を起こしちゃうよ。ファンのみんなもそうだけど、島の人たちも応援してくれてるし、なんかいつもより元気出てきたって感じ。イベントの開演時間までもう少しね。このまま天気が持ってくれれば。え、なに？急に雨降ってきた。さっきまで超晴れてたのに。なあ、見てみろよ、何かいるぞ。かわいい。このビーチのマスコットキャラクターかな。わあ、もう少しだって言うのに。まだ時間じゃないけど、もう始めちゃわない？とっととやって、パーッと晴れさせましょう。そうですね、イベントを始めましょう。スズナさん、ご準備を。姫？もしかして、ちょっと見てくる。やっぱアメキチだ。友達と会えないのはお前たち人間のせい。ちょっと聞いてる？どうして晴れ吉と会えないの？マジ？うちの声が聞こえてないっぽい。どうしよう。天神様、どうかお収まりください。もう少しの辛抱ですから。今からここにいる全員でお祈りをします。晴神様のため多くの人が島の外からも集まってくれています。うん、島の外から。そうです、聞いたぞ。島の外から来た子、スズナの友情も壊したと。友情壊すなんて、この島の人間はみんな信用できない。許さない。晴れ吉とも会えないならもうこの島に意味はない。待って、アメ吉、うちらもう仲直りしたんだ。ほら、この子が言ってたうちの友達のミサキッチ。
達よ。よろしくね。あんま怒んないで、レディー同士ちゃんと話し合いましょうね。だから鳥も落ち着こう。晴れ吉に会いたい。もう風もどんどん強くなってきたわ。ったく、あの暴れっぷりはまるでダダっ子ね。大人のレディーの私が何とかしてあげるわ。イベントのステージが吹き飛びそう。させないわ。ハメ吉、友達と会えなくて辛いのは分かったわ。その不安な気持ち、私もとっても分かるわ。でもね、このステージは私の大事な友達にとってすっごく大切な場所なの。だからここを壊したりはさせないわ。邪魔しないで。キャー、ナイスキャッチだし。え、すずな？そんな風に言ってくれてマジ嬉しい。ミサキッチがうちの一番のファンじゃんって思ったし。違う、今のはなんていうか、そのそう、でっち上げっていうか、つい口走っちゃっただけで。あははへえ、うちのファンじゃないの？うん、こんな時にからかわないでよ。あの仲睦まじい二人の姿はまるで天神様と晴れ神様を見ているようじゃないか。見ているこっちまでにこやかになるような、心が晴れ渡るような気持ちだ。二人とも大丈夫？痛いところや怪我はない？私は平気。スズナが助けてくれたからよかった。あとはアメキチも助けなきゃだね。なんだか苦しそうだよ。二人とも前よりもずっと仲良しになってくれて、私もとっても嬉しいわ。アメキチちゃんとハレキチちゃんも二人みたいな感じなんだろうな。早く再会させてあげましょう。あ、そうか、そうだったんだ。私たちはいつの間にか行楽のことだけを考えるようになってしまい、本当に願わなければならなかったことを忘れていたようだ。この島の者たちが本当に望まなければならないことは、天神様と晴れ神様にこの島で楽しく遊んでもらいたい。それが島の願いだったんだ。これをスズナさんに伝えねば。それマジってことでオッケー？りょん、うちに任せて。よろしくお願いします。みんな落ち着いてよく聞いて。てわけで、アメ吉とハレ吉がまた二人で楽しく遊べるようにって、みんなも大事な友達の顔を思い浮かべながら祈ってほしいな。みんなやろう。スズナちゃんがそう言うなら、なんだかわかんないけど一緒にやるよ。みんなありがとう。夏は絶対やってくるから、今はうちと一緒に頑張ろう。お祈りをする間、ビーチから離れたところに避難していて、島の人たちの誘導に従ってちょうだい。晴れ吉に会いたい、晴れ吉に会いたい、キチに会いたいだけなのに、どうして。アメキチ、もう限界っぽい？みんなが祈ってくれている間、私たちが食い止めなくちゃ。そうね、あんたとハレキチのためにみんな集まってるんだから。
暴れるのはそこまでよ。アメキチ、助けてあげるね。今のうちらなら何だって絶対できるし。私に任せて。おとなしくしなさい。美咲ちゃんの攻撃が効かない。雨のバリアを張ったみたいね。もう言うこと聞きなさいってば。僕たちも祈ろう。もしかしてあの子が？ハレキチ！おはよう！ハレキチ！ハレキチ！会いたかったよ！よかった！ハレキチを起こせたんだね！ま、あたしたちにかかればざっとこんなものよね。みんな、よく頑張りました。今日は特大の花丸をあげちゃう。そんなにはしゃいでどうしたの？私まだ頭がぼんやりしてるんだけど、なんだか今回はちょっと寝すぎちゃったのかな。それに、その晴れ吉って何？スズナが考えてくれた私たちのあだ名。スズナはね、新しくできた人間の友達なの。友達ならあだ名があった方がいいよって。だから私はアメキチ。へえ、あなたがスズナ？人間の割になかなかいいセンスしてるね。あははまあね。あの天神様、いえアメキチさん、それに晴れ吉さん、この度はすみませんでした。晴れ吉ちゃんは眠っていたから、アメ吉ちゃんだけ先に目覚めていたことを知らないようね。ともかく我々がいかに自分勝手だったかを思い知りました。このようなことはもう二度とないようにいたしますので、どうかお許しを。もう大丈夫、怒ってないよ。晴れ吉と会えたし、それに新しい友達もできたからね、スズナ。だね。じゃあうちらと一緒に遊ぼうよ。うん、天気のことは私たちに任せてね。なんだかよくわからないけど、いいよ、よろしくね、スズナ。それじゃ早速。ちょっと待った、
そこから先はステージの上でやんなさいよ。あ、そうだった、うちまだ仕事が残ってたんだった。そうよ、あたしたちはその応援に来たんだからしっかりしなさいよ。りょう、いいから一緒にステージに上がるよ。チョスチョス、お待たせ。みんな大丈夫だった？ちょっと派手な演出だったけど楽しんでもらえた？すずなちゃん、びっくりしたけど楽しかったよ。よかった、もう雨降ったりしないから気にしないで楽しもうね。これが、スズナがいつも見てる景色？とってもすごいわ。教団からとは全然違う。隣に立ってるのは誰だ？あのお姉さん、超セクシー！もう一人の女の子もキュートで可愛い。ちょっとそこ、聞こえてるわよ。失礼しちゃうわね。今日はみんなのおかげでうちはここに立てたよ。だから今日は一緒に立ちたいって思ったんだ。スズナ、素敵な思い出が早速一つできちゃったわ。うちもう遊びたくて仕方ない。だから夏始めちゃうんでよ。いくよ、せーの。Peace.